県内で発生した大雪の影響による大規模停電。佐渡市では停電から10日目を迎えた地域もあり、生活への影響が深刻となっています。大雪による停電が続く佐渡市の猿八集落。絶対ダメだっちゃう。ほら、ついておりません。つかないですね。つきません。だからあれだ、ワールドカップ最後見れなんだっちゃう。今月18日から続く停電、今日で10日目を迎えました。集落にあるベーカリーを訪ねると、確かに電源が、オーブンが使えずずっと休業状態。クリスマス用のパンも焼くことができませんでした。生地はもったいないことをしましたし、お客様各店舗には申し訳なくて、どうしましょうって感じですね。大雪の影響は停電だけではありません。猿八集落は除雪が遅れ、一時孤立していたといいます。生活で一番困っているというのが、出ませんね、出ませんから汲んできた水を溜めて、汲んでこないといけないですね。明かりや暖房だけでなく、水道やトイレも使えないといいます。湧き水が出ていたり、井戸から汲んだりしています。それを電気のポンプで汲み上げて、こういう蛇口まで送るというような、そういうふうにしています。どの家も。じゃあ停電になったら水も出ない。出ないですね。そのため湧き水を汲みに行き、一日一日をしのいでいるといいます。ここは水が近いから良かったですけども、ここまで汲みに来るっていう家もあって、なかなか大変でした。東北電力ネットワークによりますと、今月18日以降の大雪などの影響で、県内ではおとといまでに延べおよそ8万5000戸が停電しました。積雪による倒木などで電線が断線したことなどが原因だといいます。他県からの応援などを合わせておよそ1800人で作業に当たり、今日未明すべての高圧線が復旧。一時停電は解消したと発表しましたが、佐渡市ではその後も停電が続いていました。東北電力ネットワークは、停電が続いている家は連絡してほしいと呼びかけています。